test of power. I guess we'll see. This will be when the true battle begins. A million pieces! Just like I did that earlier! You talking about thrilling? Don't you dare! That makes you angry! I'm not going to fill the room! You are only on a ride! Are you ready? Do it! Well, the more you slice it, there's only one way to save her. Bye, my friends. No matter what it takes, I need to rescue Gohan! Goku, wait! What? Forgive me for this! Now you will suffer my wrath! You are a prison boy! I will show you the true form of autonomous open. It's my turn now! Change everything, then! Do this! This is nothing! I will defeat you! I don't think you can win! There is no way!皆さんこんにちは。ドラゴンボールスパーキングゼロのメインプロデューサーの古谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。先ほど皆様に見ていただいたのは6月上旬に公開したトレーラーでした。映像にもありました通り、本作は10月10日に発売決定いたしました。応援してくださっている皆様には改めて感謝申し上げます。発売を楽しみにお待ちいただけたらと思っています。今回はトレーラーではお伝えしきれなかった2つのゲームモード、エピソードバトルとカスタムバトルの詳細を新規ゲーム映像を使用してお伝えいたします。まずはエピソードバトルです。このモードは悟空やベジータなど8人のキャラクターから選んだキャラクター目線で、原作の物語に沿ったシチュエーションのバトルを楽しめる一人用のモードです。物語の流れやシチュエーションがわかる導入パートと、実際にプレイするバトルパートを繰り返しながら進めていくものになっております。キャラクターごとにボリュームは様々ですが、最も長い悟空についてはドラゴンボール Z のラディッツとの戦いから始まり、ドラゴンボールスーパーの力の大会編の戦いまでのバトルステージが用意されています。原作で苦戦していた相手と歯応えのあるバトルが楽しめるようになっていたり、一部の物語パートは一人称視点で楽しめるなど、キャラクターとしての体感を味わえるモードになっています。一部のステージに限られますが、物語のターニングポイントとなっていた場面での選択やバトルの結果次第で原作とは異なる場面に出くわすこともありますので、ぜひドラゴンボールのキャラクターになったつもりでお楽しみください。以上がエピソードバトルの説明となります。そして2つ目のモード、カスタムバトルをご紹介いたします。こちらはオリジナルのシチュエーションのバトルを楽しめるモードです。カスタムバトルモードの中にあるエクストラバトルでは、ゲームオリジナルのさまざまなシチュエーションのバトルをお楽しみいただけます。中には特殊な勝利条件のものや途中でイベント演出が挟まるものなど、通常のバトルとは異なる戦いもお楽しみいただけます。またエディットモードでは、プレイキャラクターやバトル前後のカットシーン、会話などをプレイヤーの皆様が自由に設定してオリジナルのバトルを作ることができます。そして作ったものはアップロードして世界中のプレイヤーの皆様と共有できますので、ぜひ皆様の思い描くシチュエーションのバトルを披露し合って楽しんでいただけたらと思っております。エクストラバトルを含め既存のバトルをカスタマイズして新たなバトルを作ることもできますので、ぜひいろいろなバトルを作って遊んでみてください。以上、エピソードバトル、カスタムバトル、2つのメインモードのご紹介でした。またゲームモードに加え、皆様から多くの声を頂戴しているオフラインバトルに関してもお話ができればと思います。本作はプレイヤーの皆様がどれだけドラゴンボールのキャラクターになりきった体験ができるかということにフォーカスして開発を進めてまいりました。木を高めるだけで風が巻き起こったり、天気が変わったり、バトルの余波で岩や建物が豪快に壊れたりなど、超パワーをより気持ちよく体感できるよう、最新のプラットフォームだからこそ実現できる様々な演出をリアルタイムに描くようにしています。
それらの表現とかつてのような画面分割でのローカル対戦とを両立させるのは困難であったものの、皆様により良いゲーム体験を提供できるよう今作ならではの形を模索し、オンラインでの対戦を前提とした一人用のゲームとして開発を進めてまいりました。ただ少しでもより多くの方、多くのシチュエーションで遊んでいただきたいと思い、結果精神と時の部屋限定で画面分割対戦を実装できることとなりました。もともと一人用前提で作ってきておりましたため、バトル開始前のキャラクター選択画面では二人同時に選択ができず切り替えが必要といった不便な箇所が残ってしまいますが、身近な人とお楽しみいただけると嬉しいです。今回ご紹介させていただくゲーム内容は以上となりますが、本作の魅力がお伝えできていれば幸いです。また現在予約解禁しております。通常版だけではなく、発売より少し先に本編をプレイすることができるアーリーアクセスが入ったデジタルデラックスエディションやアルティメットエディションなど様々な販売形態を用意しておりますので、チェックしていただければ幸いです。予約特典はキャラクター6体の早期解放券に加え、プレイヤブルキャラクター1体が手に入るものになっておりますので、お見逃しなく。他にも本作に登場するキャラクターに焦点を当てたキャラクタートレーラーも公開しておりますので、ぜひご覧ください。引き続き発売に向けて全力を尽くしてまいりますので、今後ともぜひドラゴンボールスパーキングゼロをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。